水随小なプレクトスニポーニカスは、かやつり草カフトイゾークの植物で、茎の断面が三角のイグサのような植物である。三角位に似て、地下に匍匐形を出し、全体に柔らかい。浅い水域に生育し、時に水田に侵入する。全体に柔らかいた年生の総本。地下茎は横に長く走り、先端に小さな階形をつける。茎は個々に単独に出て直立する。 茎の高さは20から70センチメートル、太さは1から3ミリメートル、断面は角の鋭い三角形、つまり三両型となっている。葉は茎の基部から出て、幼少を形成し、幼少は往々にして裂け、茎から離れる。葉心は数枚あり、細長く、またその断面も三両型をしている。果樹は茎の先端につくが、その基部から出る。 双方辺が茎の延長のように伸びるため、側面に出る形になる。双方辺はやはり断面が三両型で、長さが10から27センチメートルに達する。第2の双方が出る場合もある。果樹は、まばらな副産棒状をしており、3から20個のコボからなる。コボの柄は1から3個あって分子しないか、あるいは2回まで分子する。コボはこの属を含む群に、共通の 多数の臨片が螺旋状に積み重なった形のもので、すべての臨片に小花が含まれる。本種の場合、外形は京卵状大円形、長さ10から2 1トル。成熟すると高褐色を帯び、光沢がある。小ぼの臨片は卵状大円形で、長さ4.5から6 5ミリメートル、膜質で、円は滑らかとなっている。は2本あり、は、 長さ1.2から 3mm。メしべは先端が2つに裂ける。さらに春状になった可皮片が4本あり、長さは果実より長くて1.5から2倍の長さがある。下向き、あるいは直角に突き出すザラつきがあり、しかし基部ではそれがなくて滑らかで幅が広くなっている。果実は東卵型で、断面はレンズ型、長さ2.3から 2.8mm。 1> 幅1.5から1.6ミ、mm、リメートルで表面は滑らかとなっており、脳褐色で光沢はないか多少ある。和名の意味はよくわかっていない。別名に手賀沼いがあり、これは手賀沼に由来する。日本では北海道から九州に至る地域に分布し、国外では朝鮮半島、中国及びロシアの極東地域に分布がある。ただし日本では 多くの分布域において、希少なものとされている。池や沼などの浅い水域に生える。品栄養の故障やため池の水の浅い区域、あるいは水路などに生育する。水底の泥に根茎を這わせ、茎を水面から出す中水性の植物であるが、流水域では沈水性の状態で生育する例も、見られる。従来は、抗議のホタル遺族サイルパスとされてきた。 近年の分子系統的見直しで、太い属となった。近縁なものとして、北、アメリカ産の SA2 バーキアレイトスが挙げられている。本属に限らず本種のように茎の断面が三角で、茎先端に双方が、その延長のように伸び、過樹が、偽側製の状態になるもの、それにコボが、多数の輪片が螺旋状に重なった形のものは、かや草かには、例が、多く、 例えば三角位、カンガレー、およびその近煙のものはいずれもそのような形をしている。その中で本種はその植物体が柔らかいこと、それに根室用に養芯があることが目立つ特徴になっている。他の種では茎の根本の葉は鞘の実となっていて養芯が発達しない例が多い。カンガレーとその近煙種はここが登場になり、 果樹の枝が発達しない点で判別できる。その点で三角位はより本種に似ているが、この種では根質用に用心がない。また他の種では茎の先の包葉が茎の長さに比べて相対的に短く、その点で本種は先端よりかなり低い位置に果樹がついているように見える。これらは以前には本種と同族とされていたが、 上記のように現在は細分され、その結果本種と同族なのは上記のものの中では三角位のみで、カンガレーとその類縁種は別族の細型ホタルイ族となっている。他に本種に似たものに伊勢浮きやがらボール防止をなすプラニカルミスがある。これもかつては抗義のホタルイ族に含まれていたものだが、系統的には本種とはやや遠く名前が示すように、 浮き上がらに近いものである。浮き上がら類は現在では浮き上がら属として独立属となっており、その形態は根室用と形容が発達し、また双方は複数が養生に伸びるものであるが、この種は小柄で形容が少なく、また双方は一つだけで茎の延長状になっており、本種と似た形となっている。根室用の養身も、この種は断面が三角形で、 その点でも似ている。この種は普通海岸近くに出て、コボが普通は1個か2個しかつかない。細部を見るとコボの臨辺に毛が多い点でも異なる。環境省のレッドデータブックには、指定がないが、希少種とみなされている地域が多く、北海道、本州の関東地方から近畿地方にわたる地域、それに、 山口県と九州北部にわたって27の道県で何らかの指定がされている。そのほとんどは絶滅危惧愛類か通類で、また東京都と大阪府では絶滅とされている。指定の理由としては、多くの地域ではもともと希少な種であり生育地の数が少ないこととともに、その生育環境がため池や湿地など、 環境の変化が起きやすい場所である点が指摘されており、例えば改修工事によって生育地が失われること環境汚染、不栄養化や、あるいは逆にため池の管理が放棄されて条件が悪くなることなどが問題視されている。なお、湿原は環境保護活動の対象になる例が多々あるが、その中で本種も重視される植物の一つである。 例えば、佐賀県の柏原湿原ではパンフレットに取り上げられ、重要な湿生植物とされている。蒸気のように保護対象ではあるが、それ以上の具体的な利用は特にない。他方、地域によっては水田に侵入し、その場合は水田雑草として厄介な存在になることもある。本種が寒冷地のものであるだけに寒冷地の水田での侵入が問題となっている。 主として問題にされてきたのは東北地方であり、1972年頃に青森県で問題となり、それ以降に北海道から北陸の一部で発生が明らかになったもので増殖率が高く南房除雑草とみなされている。より南でも、例えば山梨県では標高600メートル以上の地域で、長野県では諏訪地域。 上稲地域の高齢地で問題となり、収穫源を引き起こし、あるいは収穫作業に支障をきたすことも問題になっている。その防除のための除草剤なども検討されているが、沈髄がある、程度成長した後では防除をしても、収穫源となる場合もあるという。水田においての増殖は会計によるものが大部分で、種子による例は少なく、また、 会計の寿命は1から2年と短いため、根絶は可能とされる。以下、主として、大橋保加編、P357 星のほか、P132 星のほか、P132 以下も、国上、P164 以下、大橋保加編、P357 星のほか、P132 以下も、角の、P201 巻の原著、P372 角の、 P201 星のほか、P648 い、日本のレッドデータ検索システム。野生生物調査協会、インビジアン環境保全事務所。2020年9月18日閲覧。京都府、レッドデータブック2020年9月24日閲覧。高橋以下、上野。ありがとうございます。